ナミさん、おはようございます。いつも体のステーキングレポートを送っていただきましてありがとうございます。今日も速稼塾の更新情報の中にですね、搭載させていただきますので、より多くの方がナミさんのステーキングの実態をですね、見ていただいて体のに新しい魅力を感じていただきたいと思います。まあ、私もね、今ね、すごく体のステーキングってものが本当にね、暗号通貨業界全体を支えているなと思うばかりなんですよ。まあ、というのがですね、まあ、5月の初旬まで、いや4月の下旬ぐらいまでですかね、暗号通貨ってのは軒並みですね、上り詰めて、で上昇しかしなかったんですよね。でもここに来てその反動が出て、 BTC をはじめとして、多くの暗号通貨が価格を調整してますね。でこれは各国の暗号通貨の規制によるものなんですけども、私はですね、まあ、アメリカ、中国をはじめ、大国がですね、いくら暗号通貨を規制しても、暗号通貨ってのはもともとそういう規制にあまり関係がない通貨として作られているわけですから、これ多くの人がね、この大国の規制によってちょっとネガティブな水をかけられた状態になってますけども、冷静になって考えてみるとですね、地球上のどこかの国で暗号通貨が法定通貨に決済できれば全く困らないってことなんですよ。それもだんだん分かってくるんじゃないかなと思いますよね。でそのためにもこういった暗号通貨の情報を私たち YouTuber がどんどん広めていかなくてはいけないかなと思っております。広めることによって、あ、そうだったんだ、それは誤解だったんだ、こういうふうに使えばいいんだっていうふうに理解していただけると、まさにね、あ、そうだったのか、そっかそっかって感じでね、まあ速稼塾でございますけども、気づくことによって新しい道が見えてきて、そしてやっぱり暗号通貨にね、また新しい資金が投入されていって、暗号通貨って使いやすいなと、便利だな、次世代の通貨だなと、時代を作るなっていうふうに進んでいくんだと思います。私もね、こういった啓蒙活動これからもどんどん進めていこうかと思いますんで、ナミさんもね、どんどん動画上げていただければと思います。今回も体のステーキング情報ね、本当に素晴らしいインパクトですね。ステーキング持っているだけで資産が増えていくと、銀行金利なんて目じゃないぐらいのね、速度でバン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 増えてますよね。本当にね、すごいなと思っております。これからもよろしくお願いします。